かめっちゃ懐かしいな。なんかあるかな思い出、めっちゃあるけど半年も経ってるとなんか全然出てこないわ忘れちゃった。武道館2日目、おいいね、いいやいいよ。いや皆さん武道館ねぜひ来てくださいね。めっちゃいいよ。瀬戸利もうめっちゃいい、すごい楽しい。私たちは脳みそが楽しくないけどもう実際は絶対楽しい。今脳みそがちょっと大変だけどもうめっちゃ楽しいので、そうぜひ3日とも 3days 来てくれたら本当に、いやすごい素晴らしい。うん、リカバーはね もちろんあれなんですけど、3日間フル出勤を最高。はい、トークショー26行く。トークショー私26いないんですけど誰の何の。こんばんは、こんばんは。そう2日目はねもうめちゃくちゃもうみんな大好きあの曲が入ってるのでもう大好き、みんな大好きなあの曲が入ってますので、そうで1日目はみたいな、ちょっとねエモい、やっぱみんな言ってるけどエモいですね。ああなる、ああ確かに確かにみたいな、結構ね歴史を感じますね。はい、そうで3日目は本当にもうなんだろう、令和というか、うん令和だね。え本当になんだろう、洗練されたというか結構最新な感じですね。30曲全曲合ってたら永久98件。すごい、全曲当たんないよあれは。いや絶対当たんないと思う。うん、いや頑張って、絶対頑張って、うん、そう、それで合ってたらマジですごい。こんばんは、こんばんは、こんばんは。30曲選ぶのも大変だったね。そうだよね、すごい。なんかもうでも選んでくれたこと自体がもう嬉しい。そんなになんかそんないっぱいの曲からさ30個選んでくれてさ、考えてくれたわけじゃん。めっちゃなんかすごい嬉しい。アディダスジャージ、いやこれはノルディージャージです。ノルディージャージお疲れ様です、お疲れ様です。こんばんは、こんばんは。かわいい、イエイ。まあ基本リハとかはジャージとかね、あのレッスン着はやっぱラフな格好なんでね。髪色ナイス、髪長くなった、そうなんですよ、髪長くなったし髪色めっちゃいい感じだしね。ピンク、これはね紫ですよ、紫なの。ピンク好きだけど、マジ髪伸びた、嬉しい。こんばんは。武道館を備える、そうだね、美容院に行く暇がない、美容院行けないので。しかも月の初めに行ったばっかだから美容院まだいいかなと思って、まだ2週間とか
経ってない、2週間経ったぐらいかな。そう、もうちょっと赤かったけどね、染めたては結構落ちてきましたね。明るくなった。こんばんは、こんばんはショート好きだったらね、ショートね、ショート好きだけどね、私もなんかショート飽きちゃった。その5年ぐらいショートカットだったからさ、なんか飽きた今はすごいね、長いのが好きな気分ね。絶対ショートにする時来るんだろうけど、今はとりあえず長いのが好きかな。日曜日のマリアの電話面白かった。あ、うん、そう、マリアから電話がかかってきて、それなんだろうみたいな、何かあったのかなみたいな。その電話なんてさ、めったにこうしないじゃん、なんか休養とかじゃないと。だから、え、何何どうしたと思って、そう1回目出れなくて、え、ごめんと思って、なんかそのね、大変なことになったらあれじゃん、わかんないけど、でもしたらなんかすごいいっぱいさ笑い声聞こえてくるからさ、え、なんだこれと思ってあ、イベントかって。そう、なんか電話するみたいに言ってたなと思って、ファンの人がお話し会で、そう電話コーナーあるから、あやねちゃん電話出てよみたいな言われたのよ、オンラインお話し会で。あ、それかと思って、そうでもね、電話そうできてよかったですうん、突然かかってきて、そう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 、ね、でもめっちゃ楽しそうで盛り上がっててよかった、よかったというかね、めっちゃ楽しそうでした。マリアイベント、マリパ、そう、マリパでした。お疲れ様です、お疲れ様です。ぐんたま、そう、ぐんたま、うん、そう、仲良し、仲良しマリアちゃん、こんばんは、こんばんは。あやちゃんマンの声出演あったからすごく楽しく、いや、なんかさ、めっちゃ話すたびにさ、どっかんどっかん笑ってるからさ、え、そんな面白いこと言うてると思って、私も楽しかったです。そう、いや、今イベントなのみたいな言ったら、わははみたいな、そう、そうだよって、おめでとうって言って、おめでとうって、わははみたいな、すごい、とりあえず全部笑ってくれて、電話出演楽しかった。遊びに来たよ、いらっしゃい、チラチラチラ、こんばんは。こんばんはかわちい、ちいかわ、ちいかわ。28、友達と連番します。シクヨロです、シクヨロです。ナイトメアイベントどっちも取れた、お、おめでたい。坂上がり終わって寂しい水、それな、今更だけど稽古屋のちいかわ可愛かったね。本当、なんかリハでね、モモンガの被り物もぎさんと被ってずっとリハしてたの。ふぎりとかあれ被ってリハしてたからね、めっちゃもう見せてあげたい、リハ映像めっちゃ可愛いよ、
ちいかわが不義理踊ってる。ちいかわっていうかモモンガが。ちいといえば AKB 麻雀やらないのか。 AKB 麻雀なんてあるの。深上がり公園どの衣装が好きやったんやろうな。私はでもやっぱり新衣装のやつかな。金色のやつも好きだし、わがままも好きだし、中盤のピンクのひらひらもめっちゃ好きだし、そうよかったよね、可愛かった。ちいかわの八割れが好きです。八割れね、いいですよね。抱きしめられたらはもう安定可愛い。 いやよく見てたから、いやよく見るやつだって感じ。可愛い、安定の可愛さね。みんな可愛かったけどね。そうでもやっぱKは露出というか二の腕と足がよく出たなと思っている。うん、あにちゃん僕対公演には、ああ予定がスケジュールが合えば、タイミングがあったら出ると思います。わかんない、決まってないけど、うん、終わらない限り出る時はあると思います。アンコール明けの防御率低いやつがいい。ね、あれね、一周回っていいよね。うん、私あの衣装めっちゃ似合うの。なんか知らんけど、私あの衣装めっちゃ似合う。あやにちゃんこんばんは。こんばんは。 K の衣装はあやにちゃんの腹筋もちゃんと出てくれてる。そうそうなんです、ちょっと腹筋ねあるから、それが公開できて嬉しいな。ちがりさん、そうそうそう、っていうか初日に言われたの、エリちゃんに、あやねちゃんアンコールの衣装似合うねってでエリちゃんってさ、普段その何でもかんでも褒めないからさ、あ本当に似合ってるんだって思って、え私もそう思うって、うん。こんばんは。フォローしました、ありがとうございます。千秋楽腹筋バッチリ映ってたよ。そうなんか自分でさ見るとさ全然見えないんだけどさ、なんかオンデマとかで見るとさ、おーいい、なんかおーって思う。じゃあ何なんだろうね、こうやって見てるからかな。こんばんは。あ、足しびれた。あー足しびれた、足しびれた。ネイルしてる、ネイルしてる、足しびれた。グラビアとか見ると普通なんだけど、え余計じゃない、余計な一言じゃないそれは。どう、余計な一言なんじゃないそれって。いいけど別に。こんばんは、こんばんは。
こんばんは、あやにちゃん、こんばんは。足しびれた時触った方が早く収まるのかね。なんかね、親指をこう上に向けてつまむと良くなるよ、足しびれた時は。親指を持った方がいい。だから指をこうなんか曲げた方がいい、上に。そう、それで結構治る。こんばんは、こんばんは。日曜日は2階からあやちゃんマウチャー掲げるんで見つけてチョップしてください。チョップすればいいのね。わかった、うん、チョップするわ。改めてチーム K の活動お疲れ様でした。ありがとうございます。明日はワク様にしびれます。あ、そうです、明日はワク様のあれです、上映会楽しみです。久々でちょっと緊張するけど、イルマね。そう、どうなんでしょう。なんか久々に自分のワクちゃんを見るわ。なんか舞台中の写真が新しくグッズで販売されてるので、ぜひぜひゲットしてください。ライブフォト買う、買って。私もあのサイズでしか見てないから、どれが何の6枚か分からんけど、まあいい感じなはず。そう、私もちゃんと見てない、見れてないから分からんけど、まあ、でもいい感じなはずです。こんばんは、こんばんは。ライブフォトどのシーンか楽しみね。私もどのシーンなんだろう、あれ。私も欲しいわ、あの写真。明日もらえるのか、明日見れるか。こんばんは。生誕 T シャツ、お、そう、生誕 T シャツ出てるんで、ぜひぜひ生誕 T 買ってください。そしてそれを着て現場に来てください。そう、26歳なんで、そう、どういううさぎちゃんの26歳にしようかなと思ったんですけど、ああなったので、ぜひ今年も好評なのでね、26歳だって、26歳の T シャツをね、ぜひぜひゲットしてくださいな。あとハロウィン生写真も出てるので、私かぼちゃなんで、ぜひかぼちゃちゃんもね、ゲットしてくださいね。うん、あやにちゃんはかぼちゃだよみたいな、そうだって、あ、かぼちゃかーって、かぼちゃになりました。それも買いました。ナイスナイス、生写真買ったよ、ナイス。お、みんな買ってくれてる、すごい、ありがとう、ありがとうございます。生誕 T 武道館頑張って、ありがとうございます。頑張る、頑張るよ。年齢より幼く見えますね、かわいい、ありがとう、ありがとう。なんでだろうね、わからない。もう私は26年間この顔で生きてるから26歳なの。
この顔の年齢は自分で見ると、うん、もうわからない、うん、あ、もうわからん。こんばんは、こんばんは。いやでも髪伸びてちょっと大人っぽくするので、大人っぽくなる予定、うん、はい。角みたいな服ですね確かに、うん、この形好きやね。このジャージの形好きなのさ。そう、確かに角みたいな服。最近インスタ見てめっちゃ大人っぽくなったなと感じた。え、嬉しい。大人、そう、大人だしね。びっくりした、波動が ADHD に見えた。波動で見た時ひろゆこに温泉ロケ OK って言ってて、高校生なのに大丈夫って思ってましたうんうん、なんか高校生ってかさ、高校生に見えるって言うけどさ、高校、最近の高校生が大人っぽいんじゃない？うん、そうだわ、最近の高校生が大人っぽいせいだわ。うん、そうだね。こんばんは、こんばんは。最近さ TikTok とか見ててさ、なんか06ラインとか出てくるじゃん。06ラインって何みたいな。06ラインってことは私の、ん、私の11個下？ 9 個、待って、引き算できるのかな、ちょっと。ってことは10個ぐらい違うわけじゃん。そう、じゃあ平成6年じゃない、2006年、あたし97だから97ラインね。そうで、最近の TikTok は2000何年生まれを、だから03ラインとか、03ラインでも二十歳だよ。でその005ラインとかさの子が出てくるの、 TikTok で。なんかすごい、めっちゃ大人っぽいと思って、97ラインとか恥ずかしくて書けないと思ってそう、逆に書こうかな、逆に97ラインイエイみたいなみんな04ラインとかさなのよ。うん、え、なんかあえて書いてこう、あえて書いてこうかな、97ラインイエイ。LINE、 え、 LINE って言わない？なんかその2006年生まれとか、97年生まれだから97年、97ライン、99年だったら99ライン、2001年生まれだったら01ラインとかっていうらしいよ。そう、97は年組じゃない？00から LINE の印象、え、怖っ、無理、怖っ、怖い。そっか、90年代は LINE 使っちゃいけないのか、ごめん、年組だった、ごめん。そっか、 LINE 使っちゃいけないか、そっか、97年組です。
そうだよね、90年代は LINE とか使っちゃいけないよな。そうやな、97年組。うん、それってしよ、ハッシュタグ97年組にしよっか。そうですね、 LINE はやっぱ2000年代からね。年号3つ経験すると思わなかった。昭和、平成、令和。でも絶対いっぱいいるよね。昭和短く、違う、平成短いもんね。97、小田さん以外にいるんかな。え、大西とゆうりちゃんとあやなんさんと、あと誰だ、同い年、オンさん、あと誰だ、あと誰だ、みんな卒業しちゃったからな。そんぐらい、少ない。あ、あみちゃん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 、メンバーが何歳か気にしてなかった。お、いいね、その心意気いいね、とてもいいです。成人式コンサートね、うん、楽しかった。いやね、キャリーパミパミさんの二十歳っていう曲をやったの、一曲目で。楽しかった、なんか懐かしい。やばい、待って、6年前だよ、どうしよう、ビビる、どうしよう、6年前だって、やばいやばい、どうしようどうしよう、ざわざわする。同い年だけど、おだいりちゃんとあやねちゃんの身長差がえぐい。え、それな、私結構そこ結構ポイントなんだけど、2人で並んだ時すごい好きなんだけど、うちら軽公園でさ、結構2人でさ並んで歌う時あるじゃん、その時めっちゃ好き。もうエリちゃんと一緒に歌うのめっちゃ好きです。そう、なんか落ち着くし、並びが。そう、あとね、エリちゃん歌上手じゃん、だから安心して歌えるの。うん、カップルの身長差、確かに14、15センチ差あるかも。14、15センチ、そうだね。ね、めっちゃいい、すごい、私好き。そう、まあ、はい、じゃあね、私もね、武道館でヒーヒー言ってる身なので、ちゃんと練習して明日に備えたいと思います。ちょっと息抜きにショールームしてみました。では明日もイベントだしね、はい、なので、とりあえず今日はここまでにしようかな。13位楓さん、楓さん、12位誉れさん、11位マッタさん、10位カティちゃん、9位ゲコタ、8位 YSA73 さん、7位ノリーさん、
6位清水さん、5位吉国さん、4位ももさん、3位やすさん、2位さとちさん、で1位はわたあめさんです。ありがとうございます。ではひいひい言って練習したいと思います。バイバーイ。ありがとう。飛び込ん経験したから大丈夫。それな、マジそれ。頑張るわ。バイバイ。